6番手にはゼッケン6番石田健二、7番手スタートがゼッケン5番の石澤義直、8番手にはゼッケン8番の田中光雄というグリッドでスタートが切られていきます。さあ8台のフォーメーションがコリドーに収まりました。フロントローから、さあブラックアウト、スタートが切られます。こうした矢島の横に清水も並びかけながらの1コーナー、さあアウトからでしょうか、アウトから清水が前に出てきたか、2コーナーから3コーナー清水が前にいます。清水、矢島が2番手、高沢が3番手、4番手小清水、5番手加賀。さあまずはスタートよくアウトからかぶせていきました、2番手スタートの清水。さあまずはオープニングラップリーダーで戻ってきました、2番手スタート清水。2番手矢島、3番手幸澤を従いながら、さあこのポジション10周キープできるか。少しバックストレートエンドまでの間に清水が後ろ、矢島に対してマージンを設けたかなとも思いましたが、コース後半セクションでは後ろ矢島が分があるんでしょうか、前の清水に近づいてきています。ペース的にはトップ清水のペースを上回っている2番手矢島、さらに3番手の幸澤がここまでのファーストテストをマークです。8秒2まで出てきました。これで前3台がくっつきまして、4番手小清水との間に少し距離が開いたか。さあ再びモナコで矢島が近づいた、さあ矢島が射程距離に捉えたロックオン、ホームストレートから1コーナー、ここは引きました、矢島がトップ清水に6コーナーでググッと詰め寄ってまいりまして、ロックオン、ホームストレートから1コーナー、動きを見せていくかと思いましたが一旦後ろに下がります。さあ清水、矢島、これで幸澤も3番手、一瞬開いたように見えたその距離がまた詰まってきます。さあトップ3依然変わらず三つどもえ、これでレースは折り返し、5周終了、6周目と入ります。さあそんな中3番手の幸澤が8秒183、さらにファーストテストを更新していこうというペース、前2台にしっかりと狙いを定めております。さあ矢島も前の清水に飛び込んでいきたいところでしたが、後ろ幸澤の動きをちょっと気にしていたようにも見えましたが、さあここで1コーナーでまずは矢島、そして2コーナーで幸澤が前に出ていきます。
さあ清水は一気に2台にかわされて3番手にドロップ。まずは1コーナーで前に出た矢島、その矢島に続いていこうと誰よりも練習を重ねております幸澤が、さあこれで2番手と上がっていきます。その幸澤もさらにペースが上がってきましたか。39秒018、さら、いやこれは3、ペース上がってないですね。39秒台。さあちょっとここに来てこの終盤清水のペースがどうしたんでしょうか。急にガクンと落ちましたが、これはちょっと体力的なところなのか、まあ今日のこの気温でもありますので体調なんでしょうか。この終盤に来まして清水が一気にペースが落ちました。さあ後ろ小清水、さらに加賀、石田といったあたりも清水に近づきます。レースは残り2周、この後戻ってこれはファイナルラップ。さあ2番手3番手との距離が大きく空きましたが、その清水の後ろ4番手争いですが、ここに来まして加賀が小清水をかわして4番手浮上、レースはファイナルラップと入っていきます。トップ矢島、2番手幸澤、さあこのトップ争いがファイナルラップ、3番手清水は単独走行になります。さあ幸澤ですが動いてはきませんね。モナコの飛び込みでもここは入ってきません。さあ最終コーナーを立ち上がって、まずは矢島を先頭にチェッカーを迎えます。矢島、幸澤、そしてなんとか3番手をキープいたしました清水、4番手には加賀、5番手に小清水、6番手が石田、7番手に石澤、8番手田中とチェッカーを迎えていきます。